カントが逃げた、ビカントが逃げたぞ。ロケハーマン君、空対空カノン用意だ。承知した。撃て。撃て。アーマー当てろ。町が破壊され尽くす前に太宰さんに人形を届ける。笑うな、無謀は承知だ。あれは交通網を死しろ。襲ってくるやつを撃て。このままじゃうちが商売する場所までなくなっちまう。ボスの指示だ、死ぬ気で守れ。やっぱり無理か。あんなに偉そうなことを言っておいてこのまま死ぬ、嫌だけどどうしようもない。お前か。そうだよな、お前は僕が嫌いだよな。食えよ、僕も僕が嫌いだ。今までありがとな。生きてる、早く届けなくちゃ。一刻も早くこれを止めないと。君の勝ちだよ、アツシ君。太宰さん、君が人形を持ってくる方にかけて待っていた。我々の勝ちだ、これで町は大丈夫だよ。よくやったよアツシ君、これで横浜はもう安全だと言えればよかったんだけど。何かまだ問題が。球が敵の手にある限り連中は何度でもこの大破壊を起こせる。太宰さん、空の上で僕はあるアイデアを得たんです。みんなからすれば論外な発想かもしれない、でも僕にはそれが唯一の正解に思えてならないんです。どんなアイデアだい。協力者です。ギルドと戦う協力者としてこれ以上の組織はありません。その組織の名はポートマフィアです。
ちゃん、おやつだよ。ほら見て見て、エリスちゃんの大好きなショートケーキ。しかもワンホールで新鮮なイチゴがたくさん乗ってるね。あ、プニプニ触っちゃった楽しそうよ。エリスちゃんもやってみる。ほらプニ食おうよ。くダザイのやつに探偵者を追い出されましての、役立たずの捕虜を置いても費用がかさむからと、宿泊日代わりに伝達人の使い番まで押し付けられたわ。探偵社の社長から茶会の誘いだそうじゃ。なるほど、そうきたか。